俺はもっと強くなる。鬼島津の戦をすればよい。戦場中央を突破し、橘山城の味方を救う。さらに島を目指せ。見せつけてやれ。敵となる。徳川の赤城は橘山城に暴れてもらう。負けるなり、かき。なんか、好敵手の予感がする。俺、頑張ります。お中へ兄者が撃たれれば、島津は終わり。気をつけろ。南側も敵に押されたようだ。攻めを落として、戦線を上げたいところだが。敵将、討ち取ったい。結婚一番。無念じゃ。敵将、身が平らげた。徳川家臣、井伊直政、九州。頼まれようか。中に水産。家康様のため最善を尽くすのみ。叶う相手ではなかったよ。愛想。おじゅうえの聞いた若武者。直政殿の働きにつけ。戦闘中央の島津を押し進んだ。この仕上がり、こっちに殺す、あっちに殺す。仕上がりが忙しくて遠いではない。向こうの者がいようとは。敗走。始末の力はこの程度か。思ったよりも早く家康様の元に帰れそうだ。あいつ、相当やるぞ。ちょっと武者震いがしてきた。あいつ、ガキのくせに生意気な戦をする。よし、中央の敵は片付けた。赤いやつ、待ってろ。必ず城は取り戻す。吠える。開門。鬼島津だ。
い。この隙に頼まれようか。島津を葬る。そういうことじゃあな、ガキ。しまった、俺はあいつにまんまと乗せられて。兄者たち、敵を止められず申し訳ない。せめて加勢をさせてくれ。今度こそ官兵衛を打ち破ってみせる。己の恥は己で注ぐ。若いくせに強い戦闘も持っていく。よし、今はあいつが一枚。ご神サウジ、俺も自分の失態を挽回します。もはや岩屋城は守るに適さん。兄者、本陣を橘山城へ置くべきだ。うん、これより本陣を移す。そうはさせないよ。九州の喧嘩はもうおしまい。見しました。トシサオジ、やりましたね。豊久、お前もよくやってくれた。わかった、また増援。これじゃキリがない。この物量押しを断つには秀吉を撃つしか。開門。犬みたいな突っ込んでくるな。義継、秀吉様に噛みつかぬよう撃退するぞ。やれやれ、無茶しよう。義掃除がやられたらおしまいだ。守らなきゃ。ご加勢捕まってる。少し遅れたか。今から俺たちの城橘山城を奪い返す。覚悟しろ島津。橘の誇り取り戻してみせる。坊ちゃんとお嬢のご登場か。奴ら豊臣の後ろ盾を得たということだな。義弘様、ご安心あれ。
殿のご到着まで城は親指武蔵が死守いたす。立花山城にも父との思い出はある。だから取り戻すさ、どんな手を使っても。そうじゃな、焦る必要はねえ。一度引いて体勢を立て直せ。開門。彼が退却までの時を稼ぎます。義久を狙えば始末の追撃も鈍るはず。あいつが義久王子を狙ってる。やらせるもんか。勝利条件結構と思うなよ。やった、衝撃か。石松だ。やった、敵衝撃か。無謀で無茶で青臭いな、お前の。いや、島津の戦は見事だった。じゃあな。好き放題言って帰りやがって。でも俺もあいつとの戦は心震えた。よかったな豊久。だが島津にとってはこれからが正念場よ。このまま抵抗をし続けるか、それとも。どちらにせよこの博打勝たねばならんな。